主要期は、中華人民共和国の政治家。第五大国務院総理、中国人民銀行行長、第1 4 1号期と中央政治局常務委員、初代聖火大学経済管理学院委員長、第7.8期国務院副総理などを歴任した。1928年10月1日に、湖南省庁佐市に誕生する。明王朝の改祖、 主元唱琉球生の子孫である。父親は、主要期が生まれる前に他界し、母親も早くに病没した。そのために苦学して、優秀な学業成績から奨学金を得て、1947年に、聖火大学電気製造学科に入学した。在学中は、学生会の主席を務め、中華人民共和国が建国された1949年10月に、 中国共産党へ入党する。1951年に大学を卒業して、テクノクラートとして、東北人民政府に入り、工業部生産計画室に配属される。その後同室の副主任となる。翌1952年11月、ソ連式の計画経済を主導する機関として、国家計画委員会が新設され、中央人民政府副主席権。 東北人民政府主席の高校が同委員会主席に就任した。高校の北京入りに伴い、翌月に主要期も中央に呼び寄せられて、同委員会の同年局に所属し、組長となった。1953年には同委員会総合局に転属し、組長となる。1954年に高校、尿層席事件が起こって高校が失脚したが、 主二類が及ぶことはなかった。1958年には国家計画委員会主任弁公室副所長となったが、毛沢東が発動した大躍進政策を批判したことで、右派の落印を押されて、失脚、国家計画委員会付属学校の教員に左遷された。大躍進政策の破綻を受け、劉昌期、東昇平らが実権を握り、実務官僚を徴用して、 経済再建に乗り出していくと、守護1962年に社免され、国家計画委員会国民経済総合局の皇帝士として復帰する。しかし、文化大革命において、再び粛清され、1970年に下放し、57幹部学校で労働改造を受ける。1975年に復帰し、石油化学工業部に配属される。 1978年に、東商平が、過国法から主導権を奪い、事実上の最高指導者となり、経済改革を始める。主要機は名誉回復されて、投石を回復し、中国社会科学院の工業経済研究所に入った。1979年、国家経済委員会に移り、同年局所長に就任。翌1980年には副局長となっている。 1982年5月24日、国家経済委員会委員権技術改革局長に任命され、1983年8月、国家経済委員会副主任に昇進。1984年5月、母校の聖火大学で新設された、経済管理学院の初代委員長兼教授となる。同年9月に、国家経済委員会党組副書記となる。 1987年10月、第13期党中央委員会候補委員に選出される。12月に上海市党委員会副書記に任命され、中央から上海へ移る。上海では、市党委書記県市長の江沢民を補佐。江が市党委書記に宣伝するに伴い、1988年4月25日、江の公認として上海市長に就任。 当時党総書記だった、張志陽が後に口実したところによると、これらの人事は、張の後押しによってなされたという。1989年6月4日に、第二次天安門事件が勃発した。主要期は、党総書記候補として、北京にいた江沢民に代わって、上海市を取り仕切り、中共上海市委員会、上海市人民政府の全市共産党員。 市民に告げる書から反革命動乱という表現を削除させ市民の正常な生活と労働の権利を守るとした。8日テレビ演説で歴史的事実は誰も隠せない。事実の真相はやがて明らかになるだろうと宣言、上海市を流血事件から回避させた。8月、江沢民の公認の上海市統一書記に昇進し、歩道真空の発展や、 外資導入と職の取り締まりに辣腕を振るう。東昌平は、主要期の行政能力と実行力を評価し、1991年4月8日の第7期前国人民代表大会第4回会議で、国務院副総理に、1992年の第14回党大会において3階級特進で、中央政治局常務委員に抜擢した。 1993年3月29日に、理法に代わって、総理就任が予想される中、序列1位の国務院副総理に任命され、経済を担当した。主要期の経済政策に期待されたことは、改革開放の推進と経済の高成長の持続であった。一方でこの頃から顕著になってきた、経済過熱を冷却し、物価上昇の抑制を図ることも求められた。主は、 経済成長を維持するために外資導入を奨励し、健全な国債を大量に発行する一方、地方が乱発する不良債権の抑制、整理に着手、地方政府や国有企業に対して投資を控えさせた。さらに銀行改革にも乗り出し、7月2日、力戦中国人民銀行行庁を解任して、自ら兼務し、乱発される債権の発行。 無担保の銀行融資などを強く取り締まって、加熱経済の軟着陸を図った。1997年9月の第15期党中央委員会第1回全体会議で政治局常務委員に再任され、1998年3月17日、国務院総理に就任した。主要期は前年の全国金融工作会議と中央経済工作会議で表明した。 国有企業改革、金融改革、政府機構改革を2000年までに実現すべき3大改革と位置づけて、経済改革と国務員改革に着手した。主は、経済の開放政策をさらに加速させることで外資を取り込み、また外圧を利用して改革を推進しようと考えた。2001年11月には、中国の世界貿易機関加盟を実現させた。 同年3月の全人代において、主は政府報告を行い、国有企業改革の達成目標は基本的に実現し、金融改革の補償は早まっていると改革の成果を主張している。ただし、国有企業改革で多くの失業者を出したことなどについては批判も多かった。一方の政府機構改革では、国務員の省庁再編を行うとともに、 汚職に対して厳しく臨んだ。10日密輸事件はそのうちの一つである。2002年11月に中央委員から退き、翌年3月には国務院総理を退任して政界から引退し、母校の聖火大学で経済管理学院顧問委員会の名誉主席などを務めている。主要期は清廉で決断力と指導力に富む政治家であり、その大胆な経済改革は、 国内外から高く評価されている。その後腕と中国王朝の皇帝の光栄という出自から経済作法とメディアから呼ばれた。直接的な発言家で形式主義を嫌い、性的を作ってでも必要な経済改革を推進するという強い意志の持ち主であり、中国国内では異形の念を持たれ、主要機が恐れるのは妻の老安さんだけと言われた。 中国のゴルバチョフとも評される一方で政治面では共産党の独裁を堅持する保守派としての顔も世界に見せ民主活動家から批判を受けた。当代中国切手の交換と謳われ中国経済改革の旗手を自他共に認じた主要機ではあるが彼を中国国内で蔓延する腐敗と汚職環境破壊を招いた張本人と否定的に評価する論者もいる。 中央機は総理就任の際、赤字国有企業問題を3年以内に解決すると表明し、鉄道や機関産業以外の国有企業の大部分を民間に払い下げたが、その売却先は共産党幹部の援護者のみに限定され、大使党の有力幹部の指定たちには破格の安値で払い下げられた。中国の国民の共有の財産であった国有企業が、 ごく一部の人間に再び三分で売り払われ、中華人民共和国建国時の理念から大きく逸脱したことになる。その代償として、労働者4000万人が突如解雇され、保障も与えられず、さらに国有企業が亡くなったことで、医療保険、住宅手当、その他福利厚生の一切合伏が消滅した。さらに民間への払い下げの促進のため、主要機は、 国有企業に38%という法外な税率を課し、外資を呼び込むために外国との合弁企業には税金を免除した。さらに金融、通信、鉄道などの機関産業企業以外には一切の融資を禁止したことで、国有企業は次々に経営不振となり、民間に払い下げられた。こうして出てきたのが、中国で映画の限りを尽くす。 新婦人と4000万人の中高年失業者であり、主要機の政策が中国の貧富の格差と失業者問題を引き起こしたとする見解もある。ありがとうございます。